皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き。ちょっと言うてくれ、俺が言う前に吹かないでよ。200回ですよね、皆さんありがとうございました。よく続いたね、200回ね。この皆さんがやっぱりこう見ていただいたおかげで、まあ200回無事に迎えることができましたね、はい、当初に比べると飯田君の編集の技術もだいぶ上がりまして、飯田君にオファーが来ちゃってね、ちょっとやってっていう話でね、はい、ちょっとそれは受けられないんだよね。闇営業になっちゃうんですね。闇営業うまいね。闇営業、俺会計しなきゃいけないんだという記念すべき第200回なんですけど、はい、200回記念ということでいろいろ考えまして、これしかないだろうということで用意いたしましたのはこちら。はい、ネプロスネクスト、ね、こちらでございますよ。一回やったよね、今年のですね、お正月オートサロンの時に KTC さんのブースにサンプル品というか、まあ、こんなの作るぞということでできたんですけど、この7月に発売が開始されました。イエーイ、ね、でどういうのだということで皆さん気になってると思うんですけど、僕最初ねネプロスネクストって言ったんで、まあいい工具が出るのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて箱でしたね。でまあ始めよう、ネクスト工具時間、鼓動が高まる、喜びがあふれる、ライフスタイルをネクストステージへということで、まあ、KTC さん渾身のですね、次の世代に向けた、次の時代に向けた工具箱というのが今回のネクストということです。で、まあ特徴的なのがこちら、見ていただくとお分かりになりますかと思うんですが、ちょっと横から見た方がいいかな、後ろのをぐるっと回って見てくれる、ぐるっとね、ね、フレームなんですよ。フレームに引き出しがこうくっついてるような感じなんだけれども、ベースになるこのフレームとモジュールを自由に組み合わせて拡張できる工具箱っていうのがコンセプトなんですね。フレームをベースにしてこうモジュールタイプにすることによって、高合成、高精度と可変性っていうのを両立させたっていうものなんですけれども、まあちょっといろんな工夫されているところがあります。ちょっと一つずつご紹介したいと思うんですけど、まずこちらですね。通常引き出しっていうのはだいたいここから引っ張るんですけど、これ指入りません。かといってここから入れちゃえばいいんだけど2個目3個目入んないんですよ、こう、ね、どうしようかなっていうなると、こう横にこれがついてるんですね。こうここから出すようなスタイル、閉じるとほら、高級なキッチンのね、引き出しみたいな感じです。もう一回やりますよ、こんな感じで。これなんで引き出しがここじゃなくて横についてるかっていうと、 KTC さんによれば横からもこうやって開けやすいと、ね、横から開けやすいんですよっていうことです。こうやって開けて、前のもこうやって開けられたんじゃないかなってちょっとしますけどもまあでもこうやって開けやすいっていうのが一つあるそうです。で、これねレールが通常こうついてるのが、こうレールがこう下ついてるんですね。この下についてるっていうことによって、まあゴミをこう拾いにくくするというのと、まあ見た目がすっきりして見えるというようなことでございます。で、これは横なんだけど、これをこう縦に置いて、縦用の引き出しやトレーやトップトレーなんかを置くことによって、いろんな可変性がありますよということでございます。でまあ、今はね第1弾といたしまして、横置きで使うワイドタイプが2アイテム、縦置きで使うナロータイプが1アイテムで、ワイドタイプの拡張ユニットの1アイテムの計4アイテムをリリースしておりまして、こちらにネプロスの工具を入り組んだツールセット4アイテムを同時に発売しています。でこの後の、まあ、ステージでモジュールの単品発売ということなんで、まあ、モジュールを単品でこう買って独自のセットを作るっていうのはこの後のステージになると思います。まずはこのタイプですね、発売ということになりました。2019年7月でございます。で、これね、非常に高価なものなんで、なかなかこう見れませんし触れませんということで、2019年9月末までファクトリーギアコンセプトスタジオ東京においてですね、展示をいたしておりますので、ちょっとねないよ、なかなか見れるところということで、これちょっと見たい触りたいという方は、秋葉原まで来ていただければというふうに思います。で、僕これね見てね、なんで KTC さんはこのフレームタイプにしてモジュールでこうセットするような工具箱を作ったのかって、これ皆さん疑問に思うと思うんですね。なんでこのフレームタイプなんだって、だって後ろないしね、
ちょっとこう使いづらいんじゃないかとかいうふうに思われる人たち多いと思うんですけど、僕は実はあのヨーロッパではハゼットってすごい工具箱を作るのが有名なメーカーなんですね。でハゼットさんの工場も行きましたし、あとスナッポンさんのキャビネット作ってる工場にも行って実際にラインとかも全部見させてもらったんですね。で共通していることっていうのが、鉄板をですね折り曲げて作る工具箱ってめちゃめちゃ精度と剛性出すの難しいんですね。まあ実は工具箱の場合って精度イコール剛性なんだけれども、ちょっとでも歪みがあったり、ちょっとでもパーツとなる板の製造上で、なんていうのかな、製作にちょっとしたこうね違いがあったりすると、もう完全にそこの部分が弱い部分となって工具箱が本当に壊れてしまう原因なんですね。で、あのスナッポンさんなんかの場合は、まあ、そこの部分を補うという意味で溶接にすごく、溶接のポイントすごく力入れて、溶接のポイントを増やすことによって剛性を出したりとかいろいろしてたんですけど、やっぱりね鉄の板で作るのは本当難しいです。でハゼットさんはもともとはシャーリングってシャンシャンシャンってこう板を切るんだけど、そのシャンシャンって板を切るときに刃が古くなったり、あとその板がこうちょっとずれたりすることによって精度が狂うとうまく工具箱が作れないということで、いち早くレーザーカッティングマシンを使いまして、コンピューターで管理して、もう精度の高い板をこう切り出して、でそれで作ることっていうのに成功したんですね。で現在ディーンの箱ももうカーンシャーンシャーンじゃなくて、ディーンの箱も同じようにレーザーでカッティングして作るようになったのは、このやっぱり板の精度がすごく重要だからなんですね。でやっぱりネプロスの場合は KDC さんってものすごくそのなんていうのかな、あの個体差を嫌がるメーカーで、100個作ったら100個とも完璧に同じスペックで作りたいっていうメーカーさんで、強度と剛性を追求するにはやっぱりこのフレーム型っていうのに行き着いたんじゃないかなというのが、私のですね予想でございます。KTC さん来てくださいと、ね、KTC さんギア TV 出てっての皆さんコメント書いてくれると KTC さんは来ていただけるかもしれませんので、ちょっとねちょっと聞きたいよね、その辺の裏話ね、あのカタログに出ないような話とか非常に聞きたいと思いますんで、ぜひ、皆さんも、ちょっといろいろね、聞きたいよって200回これでいいのかって話よということで本当に200回ありがとうございました。それでは皆さんさようなら。